こんにちは。適応策。適応ってなんだろう。これは地球が暑くなってきた時にみんなどうするというお話です。まずこれまでの日本の気温の変化を見てみましょう。日本ではそれまでの100年でこれだけ気温が上昇しているのね。そう、今後さらに気温が上がると言われているんだ。こうした変化を気候変動というんだ。気候というのはその土地での長い期間を平均した気温や降水量などの気象の状態のことだよ。気候変動はみんなの住んでいるところの気候が変わってしまうことを言うのね。気候が変わると今まで育っていた農作物がうまく育たなくなったり、これまでになかった大雨による気象災害が起きたり、暑さがもっと厳しくなって病院に運ばれる人が増えたり、そんなことがもう現実に起き始めてて、これを気候変動の影響というんだ。どうしたらいいの？何かできることはないの？そうだね。それが今日みんなに知ってほしいこと。気候変動に備える適応なんだ。適応っていうのは新しい気候に合わせてみんなの生活を変えていこうということなんだよ。適応ってなんだろう。ここからは気候変動による影響に対してどんな適応ができるのか学んでみよう。食を守るための適応。気温の上昇や強い日差しによって美味しいお米や果物、野菜などがちゃんと育たなかったり、暑さの影響で牛乳や卵の量が減ったりするんだ。それではお米、果物、野菜などをちゃんと育てたり、牛が牛乳を出しやすく、鶏が卵を産みやすくするためにはどうしたらいいでしょう。例えばお米であれば高温に強い品種に変えたり、田植えの時期を調整したり、リンゴやトマトであれば日よけで強い日差しから守ったり、畜舎の気温を下げる機械を使ったりして牛や鶏を元気にすることなどが気候変動の適応の例になるんだ。気象災害から暮らしを守るための適応。大雨や強い台風が増えるなどの影響が出ているよ。それで大きな水害や山崩れなどが増え、将来もっと悪化する可能性もあるんだ。みんなが安心して暮らせるようにするにはどうしたらいいのかな。そうね、そうだな。これは実際に行われている適応の例だけど、堤防を高く整備して川の氾濫を防いだり、大雨による土砂災害を起こりにくくするため山の整備をしたり、雨水を一時的に貯める施設を作るのもいい方法だよ。例えば田んぼをダムのようにする方法もある。洪水が起きる場所を予想して危ない場所には住まないとか、避難場所を用意するなどの対策もできるんだ。いろいろな対策をして将来の気象災害に備えた街づくりをすることが適応なんだね。私たちにもできる適応もあるんだね。天気予報を見たり避難経路を確認したりして一人一人が災害に備えることも適応なんだね。健康を守るための適応。気温の上昇により熱中症で救急車で運ばれる人の数が増えているよ。みんなこれまで以上にこまめに水分をとって、帽子をかぶって、運動するときは涼しい時間帯を選ぶなど暑さを避ける必要があるんだ。特にお年寄りは熱中症にかかりやすいから、おばあちゃん今日は暑くなるから必ずエアコンを使って家を涼しくしてねって声をかけてあげることも適応策の一つになるんだね。熱中症にかからないためにみんながすぐにできる適応はたくさんある。
るね。みんな、これで適応ってどんなことか分かったかな？この先変わっていく気候変動に備えること、それは適応。この先も住みやすい世界をみんなで作っていこうね。